はいどうも、ケイキングです。今日はですね、ドラゴンクエストモンスターズテリのワンダーランドね、またちょっとやっていこうかなと思うんですが、まあ前回ね、1本動画出しまして、まあ今回2回目ですね、行きましょう。で、進みました。はい。まあどんな感じかというと、まあこんな感じなんですが、まあちょっとお見せしますね。はい。今ですね、まあ闘技場で言うと、闘技場じゃない、格闘場ね、格闘場で言うと、ですね。今がね。はい。今、まあ、B クラスまでね、勝ち抜きました。やっぱりね、サクサク進める。まず、このスマホからね、このスマホ版でできた、まあ、新機能ですね。このオートセントっていうのがあるんですが、これがね、できて、まあ、すごいレベル上げもね、しやすくなったと。まあ、レベル上げしやすいってことは、まあ、配合をこう重ねるのもね、まあ、すごい楽になったんですが、それでね、うん。まあ、ストーリーはね、ほんと、もうサクサク進むことができてね、いや、快適ですよね。うん。で、メタルエリアに入れるさ、メタルチケット、であると思うんですが、これ。まあ、これを使って、オート戦闘でね、まあ、メタル、まあ、スライムですね、倒すことできるんですよ。なので、まあ、それもね、まあ、ほんと、前はさ、よくさ、まあ連続持ってるやつ、ダダダダダダってなるやつね。あれにさ、まあなんか、あれを使って、まあメタルスライムを倒したりとか、魔人斬りね。で、倒したりとかしてさ、攻撃力がね、400とか500やったかな、500くらい超えてくると、はぐれメタルとかもね、ダメージ通るようになるんですよね。で、倒せるようになるんですが、やったね、そうやってね、レベル上げてたんですけどね、うん、時代は変わりましたね。でですね、あ、そうそうそう。そう、これを伝えるのはセットは。30分プレイしてさ、もう面白いってつぶやいたんですよ。で、今は5時間半、まあ5時間半やったね。プレイしたんですが、まあちょっと放置の時間もあるんでね、まあ実質は5時間半もやってないんですが、まあこれぐらいね、プレイして、めちゃくちゃ面白いわ。本当に。で、今日はね、何しようかなという話なんですが、そう、話だけじゃないから、ちょっとやっていきますよ。です。今日配合ですね。前回ちょっと配合できなかったので、配合していきたいなと思います。でですね、ちょっと作りたいやつ、今これね、もう準備してます。で、配合なんですが、これ、ギガントヒルズ。ギガントヒルズを使って、あとですね、ストーリーで手に入る、これ、ギガンテスってね、ストーリーで手に入るんですが、これを使って、ここ。これこれこれ。バルザックを作ると。まあ、とりあえずバルザック作っときましょう。うん。やっぱり欲しいよね。S ランクということでね。メガボディ持ってて、まあ、AI ですね。1から3回行動で連続、スタンダードキラー持ってます。で、ギャンブルカウンターも持ってると。で、攻撃力がね、高めということで、うん。使いやすいですね。はい、使います。そうですね。まあ、とりあえず最強ドルマは持っておきたいし、まあ、メタルハンターもね、まあ、まあ、天意無法さんとかいいけどな。まあまあ、今はね、適当です。後でまたスキルとかはね、ちょっと厳選していくので、まあ今は何でもいいかなって感じですね。とりあえず。まあ、なんとかギリみたいなやつが使いやすかったりはするから、うん、まあ今はまあまあまあ。はい。ギャンブルカウンターね。オッケー。まあ、プラスも重ねていきたいですしね。いや、いろいろね、使いたいやつっていうかね、作りたいやつがいるんですよ。ほんと、こっからなんですよね。まあ、今日もね、テンション上がってるわけなんですが、いや、テンションね、ちょっと上がりすぎてさ、ちょっとわけわからんこと言ったらごめんね。いや、楽しいんだよね、とにかく。で、スライダーヒーロー。スライダーヒーローとかね、結構好きなんですよね。スラニンが出てくれたらね、ちょっと俺スラニン系、スラニンゴールドとね、スラニンシルバーで、パーティー組んでたりしてたんですよ。なんでまあその辺とかもね、またちょっと作りたいなとか思ってるんですよね。あと一体誰いるよかな。うん、まあ誰でもいいけどね。うん、まあドルイドあたりにしとこうかな。はい、行きましょうかね。まあ、まだね、モンスター集めとかね、やってないです。スカウト、
の、キャラね、しっかり作ることができたりしたら、まあ、ちょっとやっていこうかなと思ってるので、あと何しますかね。何しようかな。あれでも行きますか。ダンジョンでも行きましょうか。一つね。今一気にですね、お、イベントですね。まあ、一気に C ランク、B ランク勝ち抜いたんですよ。その、旅の扉行かずに。なので、今行ってないダンジョン4つあるんかな。おい、ワルボどうした？またなんかしに来たな。うん、企んでますね、こいつ。ギク？卑怯じゃねえか。いや、子供にさ、最初、魔法使ってさ、ねえ、カゴをさ、かぶせてきたじゃん、こいつね。どっちが卑怯かって話よ。もう忘れしまったわ。すまんな。うん、おさ、ワルボですね。マルタの精霊ワルボと。他の国の強さが気になったんで、大会前の偵察に来てみた。うん。帰ってきましたね。で、今4つですね。この赤くなってるのは、まあ、クリアしてないと。まあ、1回も自分が、まあ、1回もっていうか、まあ、行ったことあるけど、クリアはしてないって感じですね。ボスは倒してないって感じ。ここはもう終わってると。じゃあ、今日はここ行きましょうかね。じゃ、さすがにね、扉見ただけで、ボスが誰だったかはちょっと覚えてない。そこまでは。そこまでは覚えてないです。ああ、こんな感じでね、もうだいぶね、強いやつも出てくるようになってきたんですよね。まあ、今は、サクサク進んでいきますね。まあ、これね、いろいろ、まあ、プレイスタイルありますよね。まあ、やっぱり見かけたやつ、すべてね、捕まえながら進んでいくもよし。まあ、一気にね、進めちゃって、まあ欲しいやついるところにまあ戻っていくという感じでね、やるもいいですし。いやーねー、対戦したいよね。対戦ほんと面白かったよな。いや、いろんなね、まあちょっとこれ昔の話ですよ。このスマホ版の話じゃないんですが、対戦ね、まあめちゃめちゃしてまして、まあ最初ってね、通信対戦の時、このまあイルルカとかまあテリーとかがね発売されたときに対戦あるんですが、最初ねやっぱりねステルスアタック流行るんですよ。もうすぐわかるんですけどね、牛麺将軍とか、まあスライムナイトであったりとかね、のステルスアタックこいつら絶対してくるやろっていうね、まあ行動早いのメンバーであったりとかね、の AI 2回行動のやつとかね。すぐわかるんですけどね、ステルスアタックがまず入る。まあ、ただね、それがね、勝てるんすよね、最初は。最初は勝てるんすよ、ステルスアタック。みんなが育ってないんでね、まだ。で、まあ、ちょっとしてくると、次はね、やっぱ身がメタね。身代わり、メタルスライム系ですね。メタルスライム系に、まあ、身代わり、して、まあ、3枠のモンスター。まあ、1枠身代わりですね。まあ、ダイヤモンドスライムとか、まあ、キングスライムとかでもいいんですが、キングスライムが HP ちょっと高いからね。いや、あったよね、確かね。まあ、その辺もね、身代わりもね、ちょっと揃えるのね、HP のアップのやつあるんですが、まあ、それをちょっと準備したりとかもね、まあ、しないといけないですし。なんかね、まあ、その辺も今回もね、やっていこうかなと思います。で、身代わりのさ、まあ、1体作って、あとはね、アタッカー陣、残り3枠。まあ、3枠のね、まあ、でかいモンスターいるんですが、3枠のモンスターを使う。っていうのもありですしね。まああれも勝てるんですよね。序盤はね。あとストーリーね。まあどうかな。まあ別におすすめはせんけどね。楽にストーリークリアしたいっていうのはやっぱり身代わり系を作って、あとはアタッカーで固めて、まあひたすら身代わりしてっていうのがストーリーは楽ですよね。クリアするのはね。まあ今回もね、ちょっと自分も作ろうかなと思います。とりあえず。まあやっぱ身代わりのメタルは一つ作って、オンにしとるね。オッケー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 。これがね、本当に楽ですよ。今ちょっとね、まあ一回戦闘やったんですけどね。一本目の動画で。こう戦うじゃないですか。これで終わりよ。じゃあ俺、はぐれメタル
とかと戦ってもしっかり倒してくれるんですよ。まあレベルが足りなかったらなんか全滅するみたいなんですが、こっち側がね、で全部ね逃がすことなくね倒してくれてね。さあ、行きましょうかね。ああないか、こっちじゃないわ。戻ります。よし、こっちですね。進んでいきましょうかね。まあとりあえず今回このダンジョンはねちょっとやっていきたいなと思います。まあどんどんね一旦先進んで、A ランクとかね、おでかいのいますね。まあああいうのもちょっと捕まえたいけどね。まあ、先に進んで A ランクのモンスターとかね、捕まえることができるようになってからって感じかな。まあ、そこまで進めたいなって感じですね。で、自分の好きなパーティーをね、作っていくって感じで。いやー、懐かしい。音楽もね。あ、で、さっきのね、その、対戦の話じゃないんですが、でね、リバパが流行るよね。リバースパーティー。これもね、もう見ただけですぐわかるんですけどね。ああ、リバースしてくるわっつうのね。いや、自分はね、テリーのワンダーランドじゃないんですが、イルルカの話なんですが、セバスチャンいるじゃないですか。セバスチャン。セバスチャンをね、デカバスチャンにしてさ、やっぱ遊びますよね。あれ最高でしたよね。いやーまたね、まあまあ、それはね、イルルカの話やけど、ちょっとね、好きなパーティーを作ってね、とりあえずスライダーヒーローかな、スライダーヒーロー欲しいよな。まあ、スラニンも欲しい。いるんならね、スラニンゴールドシルバーパーティーね、まあ2枠2枠なんですが、これ、2枠2枠のパーティー作って、ちょっとやりたいよな。あ、こいつね、結構おすすめですよ、こいつ。そう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 。ちょっとね、まあ、攻略っていう感じで今回動画上げてるわけないのであれなんですが、まあ、こいつ結構おすすめ。序盤に作ると強い。自動 HP 回復持ってて、まあ、攻撃力高めみたいなね。まあ、そんな感じやね。まあまあ、まあ、でもね、まあ、どのモンスター使ってもまあ、ストーリーは問題ないですけどね。お!ちょっと待てよ。これ。いいじゃん。来ましたね。どうだろう、私とバトルしてみないかね。君が勝ったら便利な道具を譲ろう。道具もらいます。プラス、こいつのね、魔物を仲間にすることもできる。俺が欲しいのは道具じゃねえんだ。お前のモンスターをくれ。マジか。まあね、骨付き肉使いましょう。このね、他国のマスターはね、特殊な、なんつうかな、特技というか、まあ、ちょっとレアなやつ持ってる時ありますよね。どうしよっかな、ただどれもね、正直いらねえんだよな、これ。リリパッド、いや。間違えた。持っとるじゃん、これ。あえて持っとるやつに行くっていうね。いやー、なんかやっぱなりにくいね。骨付き肉使ってるんですけどね。頼む。まあまあまあ、焦んな、焦んな、焦んな。つえ!さすが育ってますね。めちゃめちゃ強いね。いって。入れ替えましょう。とりあえずね。いや、この対戦の時のこの音楽がいいね。ね。なんか思い出すよね。こうやって選択しとったのね。まあ、その道具はね、使えないんですが、ね、どれ打つ。いや、ちょっと予測して打ったかな、つってね。懐かしいな。スカウトで、そうですね。まあ、どれでもいいね。とりあえずゲットできれば。もう、バンバン骨付き肉使っていきましょう。8%。頼む。欲しい。くれ。いかんね。まだチャンスありますんでね。狙っていきましょう。25%。怖っ。いや、もうここはね、もう奮発するよ。使っていきます。もう霜降りだといいんですけどね。あ、モンスター今お腹いっぱいになったんですが、これでね、こうやってまあ肉与えることもできないです。
だ肉与えてスカウトすれば相手怒ることはないんで、まあ何回でもチャンスあるんですが、まずい、次はラストチャンスかもしれないです。189つえ。さあ、行きましょうかね。ちょっと入れ替えて、ブラウニーを出して、よし、行こう。まあ、切り株でいいや。まあ、誰でもいいっす。なってくれれば。よいしょ。よいしょ。よいしょ。16.8 いけるかもしれん。うわ、怒った。いや、怒ったらもうスカウトできないっす、これ。もうできないので、これはね、もう倒しちゃうしかないと。はい、まあ、倒していきましょう。ちょっと残念でしたね。灼熱。強いね。OK、勝ちましたね。うん。勝負には勝ったけどってやつやな。じゃあ戦いには勝ったけどね。道具何くれるんすかね。トラマナ。いや、これでね、本当レアなモンスターをね、持ってる時あるんですよ、相手が。それをね、もうゲットした時のこの喜び、やっぱこれですよね。はい、じゃあ進んでね、行きましょうかね。ここで回復してくれるんやったかな。よし。OK。これでね、回復して、まあ、ちょっとパーティー入れ替えましょうかね。あ、で、今のね、まあ、こっちの方が強いけどな。今ですね、これ、そう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 。先にね、このパーティーちょっと、お見せしておくと、で、使ってるやつこいつね。経験値とゴールド増える。まあ、これは昔から、作ってました。よくね、こいつまず作って、まあ、強くしてっていう感じで自分やってるので、まあ、レベル上げとかも楽になりますし。で、もう一つ、これ、ポンポコダヌキ。なんでこんなに入れてんだよって話なんですが、これもね、経験値を増やすやつを持ってるからです。そして、この辺のスカウトパーセントアップね、持ってるやつを、まあ、作ってると。まあ、序盤なんで、まだ、まあ、ゴリゴリに完成とかしてるわけじゃないんですが、まあ、こんな感じでやってます。まあ、ちょこちょこ準備はしてるよと、後半に向けてね。モリーのね、何やったっけ、あれスキル。モリーセレクションやったかな、ちょっと覚えてないな。あれにスカウトのやつついとるけどね。じゃあやっぱ忘れてるとこも多いね。まあその辺も思い出しつつね、ちょっとやっていきましょう。まあ回復はいらないですね、今はね。なので。さあ、この音楽なんでね。もうわかる方はね、まあどのシリーズかわかると思うんですが、まあ、それに関係したボスが出てくるよと。ちょっとこれだけ触れてから。とりあえず今からはですね、まあこれからまあバルザック作ったんですが、まあ作りやすい、まあボスとかで言うと、竜王。竜王作りやすいんですよ。なんでまあ竜王作って、したいんやけど、やっぱり個人的にはサージタウスが欲しいなと。まあ、そこちょっと目指してはいきたいですね。はい、じゃあ行きましょう。ボス戦ですね。さあ、誰だ？うん。そういや、そうやったね。キキ、こんなところまでよく来たね。それじゃあ、あなたの力を見せてもらおうか。スカイドラゴンさん、こんにちはと。さあ、戦っていきましょうか。つってもね、ちょっと待って、俺、そう、今思ったら、配合したんですよね。配合して、回復キャラおるか、これ。まあ、いいや。いけるでしょ。道具でね。お、次怖いね。さあ、しっかりね、賠償使ってくれて。やっぱり賠償はね、まあ優先して、というか取りました。まあ早いよね。強っ。火炎の息結構受けるか、受けましたね。
痛いね。ゴールドアタック、アンカーナックル、懐かしい。まあね、まあ、3枠4枠俺誰やったかな、あのアンカーナックル使うと名前、あのキャラ出てきたんやけどな、名前忘れたな。アンカーナックル使ってたっす。もうあれもうほんと面白かったよね、アンカーナックルね。マジきついからね、対戦でね。いてっ、うっそ、強えじゃん。入れ替えでいきましょうかね。バルザックどう、ちょっと育ったレベル8、ちょっと使おうか。あとはまあプチッとでいきましょうかね。はい、まあこのメンバーでいきましょう。ちょっと回復キャラをね忘れてきました。息を吸い込む、まあこの後防御しとけばいいんやけどね。あ、オッケー、倒しましたね。あぶね、よし、レベルもアップと。あ、やっぱ伸びいいですね、かなり伸びてましたね。まあスキル適当に今振ります。うん、オッケー、スカイドラゴン来ましたね。あとですね、あのお見合いのやつとかもね、まだ残してます。あれも使いやすいというか、うまく使って配合難しいやつを作っていきたいですね。はい、スカイドラゴンが来たと。A ランクとかまでクリアしたらやったっけ、アクバーとか作りやすかったんやったかな。ん？マスター風情が？神様気取り、ちょっと読んでなかったわ。いつからそんな男になったのじゃ。ちゃん。ちゃん。そう、それ言い過ぎ。うん、メダルおじさん。そうやね、メダルおじさんか。はい、ということで、まあ一つですね、今回はまあダンジョンが終わったと。まあこんな感じでね、いろいろまあダンジョン行って、まあ残り3つ今、扉ね、扉というかまあダンジョンあったと思うんですが、まあそこクリアして、まあなくなったらまた闘技場ね、クリアしてまた新しいとこ解放されてという感じでね、進めていくとなります。はい、まあまた次回はですね、まあちょこっと進めておくかもしれないです。もうさ、恐ろしいメンツになってるかもしれないです、次回は。か、全く進んでないか、どっちかです。ということで、今回はね、これで終わりたいなと思います。ご視聴の方、ありがとうございました。